シングルの14頑張ってますよ。この曲まだね一回も潰したことなかったんですよね。なんでだい、やる気がなかったんかな。一箇所だけひねるところがねどうしても覚えなかったんですけど、やっと覚えたの予習とかはしなかったんですけど、なんとかやっと覚えましたよ、ひねるところがあるっていうことなので。潰したし、今までもグレー1個とかミス1とかのままずっとパフェだけは減ってたんで、まあまあ順当にスコア出せましたみたいな。踏みにくい連続同時とかもあるんだけど、そこは案外今まで気にしたことはないと思うな。あ、サビが始まったんですけど、この後だよね。ここの同時はいいんだけど、ここな、ここのひねりがどうしても私毎回忘れてて、なんでか、あんなにね、あんな一箇所だけ目立つひねりがあったら、そうそう忘れないはずなんですけどね。でもまあ、あのひねりの箇所はもう本当にちゃんと覚えたから、そうしたらあとは PFC 安定してると思うんで、パフェ詰めるだけだよね。パフェ一桁は硬いよな、この譜面だったら。13のマベコンとかだったら、ちらほら少しずつ増えてきてるんで、ちょっとずつ私は下から段階を踏んでいく女なんで、最近は14でやっとこういうスコアが出るようになってきたかなっていう感じだな。ただこのリザルトの時にパフェ6個が全部ファストだったんだよ。それまでは確かスローに偏ってたはずなんだけど、こういう時に限ってな、早踏み頑張ろうと思ってファストばかりになる。あ、調整が下手くそ。あ、そうだ、三脚は見つかったんです。家の中にあったんだね。ベッドと壁の間に落ちてました。ありがとうございます。ラブキラの話に移るんですけど、ここら辺体の向き把握してないときついな。同時から入る、なんかあのこの辺ね画像置いとくわ。ここ全然感覚つかめなくて、全体的にさ判定がすごい取りづらくてずっと苦手だったんですよね。自己目見てみたら多分パフェ20超えてたと思うよ。でも久しぶりに、本当にすっごい久しぶりにやったらちゃんと光らせれたんで、成長を感じました。丸。コメント返します。パフェじゃない MAC、動画はそうか、199曲目のキャンディーの動画上げたんだけど、200曲目のアフロノバがね、そうなの、3曲なくしてる間に動画撮ってない時に出しちゃったから、何もリザルトしかない、一番いいリザルトだったのにね。13、14ぐらいの精度だったらかなり上げてられ上げれてるんじゃないですか、伸びてるんじゃないですか、多分な。にしても本当この曲さ踏みづらいよな、絶対に。なんなん、なんで急にスキップで回り出すんだろうか。このあと別のイチカの曲ミッドナイトをもうやったんだけど、あっちもマジで難かったな。あっちは自己ベ高いからいいんだけど、でもそのスコアもう一回出せって言われたらしんどいな。ちょうど昨日配信した時に14とか15をいっぱいやったんだけど、一発パフェ更新とか本当に多かったんで、地道に頑張ってパフェ詰めますね。